それでは出発じゃ。あの音楽の父と呼ばれたバッハがおるんじゃ。バッハ？なんかあの音楽室の後ろにいた人？そうじゃそうじゃ。バッハ、あのバッハじゃ。うん、あれがバッハじゃ。あなたがあの有名なヨハン・セバスチャン・バッハさんですか？いかれ。わしがバッハだが、別に有名でもなんでもない。ただ、教会でオルガンを弾いたり、はたまたオーケストラ奏者のためにソロの曲を書いておるだけじゃよ。バッハッハッ、バッハ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 ッ。バッハは、教会で聖歌などを作曲したり、オルガン奏者を務めたり、オーケストラの中でバイオリンを演奏したりして生計を立てていました。いかがでしたか？バッハの一族は200年で代々50人以上の音楽家を輩出しました。ちなみに彼の子供は20人。中でも末っ子のクリスチャン・バッハはモーツァルトがまだ小さかった頃にロンドンで作曲を教えたこともあります。ね、モーツァルト。そうそうそうなんだよ。クリスチャンのおかげでちょっとだけね、作曲の幅が広がったんだ。おっと、申し遅れましたが、私、ボルフガン・アマデウス・モーツァルト。言わずと知れた天才ってやつです。5歳でピアノ曲、8歳で交響曲を作曲したぜ。やっぱりおかしい。最近耳が聞こえにくい。私は音楽家であるというのに耳が聞こえにくくなってきている。つらい。そうだ、この悲痛な叫びを音楽に表そう。ダメだ、書けない。書けるわけもない。耳が聞こえずにどうして作曲などできようか。あ、ここだ。よいしょと。
ベートーベンさんいますか？トン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 。ベートーベンさん。ん？何か今聞こえたような。なんだこの地面を這うような力強いリズムは。これだ。まるで運命が扉を叩いているようだ。私の作曲したハンガリー舞曲集より第5番を聴いていただこう。生活苦で何とも寂しい生涯を閉じたんじゃ。はあ、飲んでると陽気。でももう金がない。でも霧島が好き。なんて苦しい生活。私はもうこのまま死んでしまうだろう。私が作曲した中で代表作といえばやはり1874年展覧会の絵ではないだろうか。私はクロード・ドビッシー。今読んだ歌、私に教えてくれませんか？
その詩にぴったりの曲を思いついたんです。舞台は魔王カシチーの庭園。そこへやってきた幸運の象徴とされる火の鳥を、ある国のイワン王子が取り押さえましたが、火の鳥は自らの黄金の羽を差し出して飛び去ります。